時空戦士イバライガー。やあみんな、私はイバライガー。茨城の皆さん、平成最後となる年末、いかがお過ごしですか？今日は私から県民の皆さんに、飲酒の機会が増えるこの時期にぜひ守ってほしいことを伝えます。バカ野郎、んちくしょうめ、うまくからなんないとやってらんねえよ。それにしても今年も大きな成果が出せずに終わっちゃいますね。ノルノレ、茨城川たちの邪魔さえなければ俺様だって実力を発揮できるというのに。寒いな、もう。いや、飲んだ飲んだ、今日はこれぐらいにしとくか。おい、帰るぞ、車を出せ。僕ち急いで帰るのよね。待て、酒を飲んでの運転はとても危険だ。飲酒運転はどんな理由があろうと許されないぞ。うるさい、俺は酒が強いからこれくらいなら運転しても大丈夫だ。そうだそうだ、ちょっとそこまで運転するだけだから事故なんて起こすわけないだろう。待つんだ、飲酒運転は絶対に許さない。うるさい、邪魔をするな。おい、やってしまえ。くしゃー、はっ、行くぞ。とどめだ、セキュー鉄拳ブレイブインパクト。よっしゃ、どうすみません、土下座して謝りますのでお許しを。土下座してもすまないのが飲酒運転です。あ、これは茨城県警のおまわりさん。お酒を飲んでの運転は誤ってもすまされません。重大な事故を引き起こす悪質で危険な犯罪行為です。お酒を飲んだら車を絶対に運転はしてはいけません。皆さん、こんなデータがあることはご存知ですか？茨城県は飲酒運転による死亡事故が平成28年、平成29年と2年連続で全国ワーストを記録してしまいました。それでどのくらい飲んだんですか？ビールとウイスキーを。お酒を飲んだら運転してはいけないというのは知っていましたか？はい、ついつい。ついついではすみません。飲酒運転をして交通事故を起こせば相手の方だけでなくたくさんの方に迷惑をかけることになります。事故を起こしてからでは遅いです。はい。こうした交通違反を行うとどのようなことになるのか、こちらを見てください。道路交通法で運転者に対する罰則は厳しいものとなっています。酒酔い運転であれば5年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い刑事罰のほかに、免許取り消しの行政処分が科せられます。また酒気帯び運転であれば3年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰のほかに、免停または免許取り消しの行政処分が科せられます。酒酔い運転をした場合、運転免許は一発で取り消しになります。道路交通法では酒気を帯びて車両等を運転してはならないと規定されており、一口でも酒を口にしたらいかなる理由があろうとも運転はしてはならないのです。飲酒運転がどれだけ危険であるか分かっていただけたでしょうか？安易な判断は明るい未来をも変えてしまいます。ハンドルを握る前に大切な人の顔を思い浮かべ、その判断が正しいか自分の心に聞いてみてください。答えはおのずと出ると思います。もう飲んだら絶対に運転しません。